はい、どうも、FK です。どうも、誠ありがとうございます。じゃあ、16年、つづらの迷宮の 16F、 食料問題解決した感じなんですよね、確かね。で、今腐ったおにぎりが、今3つあると。で、3つは、キープして、できれば持ってきたいか、持ってけっかなとか思ってるんですけどね。はい、とりあえずまあ3つは持っていくということにして、で、もう1本剣に、おにぎりを入れたい感じかなって思ってます。白鋼の剣に入れておこう。1個こっちにメシン入ってますけどね。大根で お腹を満たす作戦、うん、そう、前回ね。眠りよけはとりあえず外していいかな。うん、とりあえずサビオケを、眠り役の代わりに、あ、混ぜるんか。よし、じゃあ壁抜けに眠りよけ入れちゃおうと思います。このゲームね、腕は合成できるんですよ。で、これおにぎりして OK なんだっけ。いいか、まあ大丈夫だろう。よしよし、これね、壁の上の腕輪に、睡眠よけ入れました。こっちを外して、ここにしよう。あ、ちょっと待って、変わってないか。ちょっと待った。壁抜けを優先にして、サビよけをサブでつけよう。これでスロット1個空いたな。はい、こんな感じになってますね。はい、壁抜けに睡眠を切れました。で、うん、そうです。あの、ただね、因数がね、基本的にはね、2なんだよね。で、1個はあの、その装備で埋まってるからね。そうじゃ、あの、壁抜けだったら壁抜けの因で埋まってるんで、まあだから1個だけしか入らない。複数入るやつもあるんですけどね、一応ね。あと1個ぐらい稼いでおく。あと、じゃあ、あと2つ稼いでおこう。うん、と思います。で、あ、なんか来たな。左からなんか来たけど、ちょっと待って、ちょっと待って。透明になってる？ちょっと待って、よしよし。マルチの兄いましたね。で、はい、なんか来た。1個はね、回復用に使いたいんですね。だから1個は剣に入れる。もう1個でいいのかな、多分僕の計算だと。よし、じゃあこんなとこにしておこう。で、なんかと交換して、よし、満腹度こんな感じですね。ちょっとあまり粘っても仕方がないから、はい、じゃあ転がす。これダメージ結構でかいんですよね。で、1個は回復用に使います。で、1個は合成すると、まあ、そんな感じします。で、1個投げておこう。よし、これを切って、あと合成すると、よし、ちょっと混ぜる待ちますね。うん、腐ったままでは合成できない。いや、合成ね、できないこともないんです、実は。いや、できるんだけど、やる意味がない。っていうのも、メシンが入らないんですよね。別の因が入ります。マイナスの因なんですけどね。そういうものが入っちゃうんで。混ぜるん、来ないな。来た来た。白鋼だったね。うん、こいつの印を、1個メシーンで埋めて、で、1個だけ印を開けておきたい。あの、非常に強力な印があるので、まあそれが来ることを信じて開けておく。よし、これね、 OK だな。うん、で、
と回ってこよう。うん、回ってきます。睡眠草1個持っておこう。でちょっとまだ全部回ってないもんね。ここ回って、でもね、あいつがいるかもしれないんだよね。ちょっと危険なやつがいるから、あの偽物がいるからね、十分注意しないとね。何をいる、あ、倒しとくか。これで全部かな。あ、間違えた間違えた。で、あとあの店の中にある杖がちょっと欲しいんで、前回余裕がなかったけども、あれあの貴重な戦術になるかもしれないんでね。こんなところか。部屋ないか。右、あ、あるな。はいはい、結構ありますね。とりあえずそいつ倒したいけど、よし。なんかアイテムの上にいる剣だ。本物か。鉄線だ。よし、いいぞ。ちょっと待った、あれな、何かの上にいるの、あいつ。ちょっと寄ってみる、寄ってみる。なんだこれ、これ何ですか。命の草か、まあ、これは飲んじゃった。 OK か。で、はいはい、鉄線どうするか。これはあの防御力上がるやつですね。うん、あのプラス2だ。縦の強さプラス2。どうするこれ。微妙ですね。まあいらないかな。うん、鉄線いらないか。まあちょっと持ってくも、持ってもいけないしね。まあでも修正値入ってるかもしれないけど、どうしよっか。うん、ちょっとここは持っていかないことにしよう。ちょっと別のもので。あ、あ、呪われた。お祓いはあるけど、やられたかですね。悩みますね。壁の毛消されましたね。ちょっと効果消された。で、ちょっと待って、見づらいんだよなこれ。加速か、あれ加速だけ。あ、聞きたい、見なかった。三角の壺、あれ、おっとびっくりした。加速の杖だったか。なんだ、じゃあ鈍足の札でも買っていくか。うん、じゃあこれと交換して。そうか、いや変化の杖だとかと同じ値段だと思ってたから、まあいいや、これだけ買ってこう。よし、で上にある壺いいや。あの手封じなんか同じ値段だったと思うんで危険ですね。で大砲の弾あと3つか。はいはい、よし、じゃあちょっと貴重な満腹度だから上げていこう。でお祓い早速読まなきゃいけない感じですね。やられちゃったからな。まあしばらくでもなしでやってってみるか。そうだよな、消されちゃったんだもんな。釘原道路がまだしばらく出るよね。だからもう少しなしでやってみるか。なんかいる。はいはい、うん、呪われた。呪われるとアイテム、なんだっけ、効果消されちゃうんだよねこのゲームはね。ちょっと大砲とはもったいないけどね。ちょっとこれちょっと焼いておこう、せっかくだから。あ、これは焼きおにぎりか。で、いくつ食べればいいんだっけ。ここで OK かな。
持ってるやつ全部焼いてなんか食べちゃって OK か。食べちゃいます。でよし、ようやくまあ次の回いけるな。何パーセントいくかな。今138か。あ、どうも、ワコツありがとうございます。はい、ちょっと待って、アイテムこれ全部回収して。あ、お、風吹いてきた。うん。あ、1個空いてなかったか。これで OK かな。4つ持ってますね。睡眠草1個持ってくか。左上のやつ焼きおにぎりか。よし、じゃああと矢を回収して。どうもこんばんは。よし、じゃあこれでいこう。ちょっと壁抜け呪われたのきついけど、また釘は道路がまだおそらくいるから、もう少し我慢しよう。はい、剣がありますが、タイルを確認できる。刀、マゼルンしばらくいないんだっけ。ちょっと待って、保存の中なんだっけ。あ、なるほど。あ、カリンの杖なんだかわかんないんか。なるほど。ちょっと待って、これ焼きおにぎり入れておかないとな。刀いいですね。カリンの杖確認したいな。幻覚置いていくか。もうこれ回数がないと思う。刀装備してみる。左手生ですね。まあ、若干だけどいいかな。若干だよ。そこに飯があるか。あ、壁抜けないんだから確認する意味ないか。剣あるね。ちょっと欲しい剣があるか。あ、保存やった。保存助かる。ふう、お祓い入れておこう。コンボいいや、これ装備した。プラス1か。捨てられないじゃないか。微妙ですねこんなことになったら修正値なしの方がまだありがたいね。はい、どういう風に探索する。無軌道な探索ですが、はいはい、なるほど。一応平ら確認しておきたいな。なんか落とした。石か。近寄る。うん、まあ睡眠草狩りの杖振ってみるか。ちょっと待って、あいつ何色。違う、青か。じゃあ杖振っちゃおう。ダッシュすると危ない気がする。どうですかね。あ、そうなのか。罠消しか。いらないもんだった。マジか。こいつね、ちょっと眠らしとこう。いや、撃つ。音速解除。よし、力マイナス1になった。なるほど。なんかいるか。はいはい、あ、これ投擲向こうだ。この床は
草稼ごうと思えば稼げるわけだな。ここでも危険ですね。目回し太鼓いるからね。そんなに長い階層ではないから、まあ慎重に行けばまあ大丈夫だと思うが。あ、左、じゃあ右何もない。あとじゃあ階段の上か。剣がいくつかあったけど欲しいものではなかったか。この階層で幻覚欲しいな。ん、ちょっと待って、何がいる、よく見えない。あ、はい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 、麦わらドールちょっと無視したいね。あいつあの混乱差しはしてこない。麦わらドール無視して、あ、いいかやってっか。あ、危ない危ない。ちょっと待った、回復する。ここ杖効かないんじゃん。この床危険だ。 HP 半分はないと倒されるからね。よし、あ、店だ。店多いな、このテーブルは。大砲の弾助かる。これは絶対買ってく。これ重要アイテムだからね。デブータの石、デブータの石持ってないか、いらないか。で、デブータの石、おにぎり、ただの壺か。これ持っていこうか。ポプラの杖。あ、来た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 ぞ。これ、これブフーだ。ブフー来ました。よし、いいじゃないか。あとでこれ回数確認しておこう。保存に、ブフー入れて、はい先生、ほんと、はい、気抜いたら一瞬で終わる。そうですよ、ほんとに。いや、まさにそうです。うん、肉あるよ。特製おにぎりこれ食べちゃおう。腹減らずか、微妙ですね。まあいいや、ただの壺に合成素体入れておこう。でこれを持っていく。これは大きいおにぎりね。はい、肉来たぞ。はい、買います。はい、これちょっとテーブル確認しつつ進む感じになるか。剣豪出るよね。剣豪が出るか。でもな、レベル上げらんないよね。居合にして乗り移りたいんだよ。もし乗り移るならね。身代わりがあるか。なるほど。なるほどね。よし、ちょっと待てよ。ちょっと出現テーブルにらめっこしようか。ちょっと待ってね。つづらの迷宮今これ17でしょ。いや、ゆっくりなゲームだね。今ゆっくり進んでるね。17近辺ってことは、うん、どうするか。なるほどね。あんまりいいやついないね。ちょっとがっつりめちゃくちゃに稼げる階層ではなくなってしまったね。居合が出るけど、かなり先だけど、22から出るけど、そこまで行くともう無理だね。稼げないか。どうに使っていくか。これどうに使っていくか難しくなってきたね。どこに使ってっかな。しばらくこれ温存か。こうなってくると17階で入手ってなると、まあ、敵はまあこう肉にする杖なんですけど、巻物封印箱を前の階層でいなくなっちゃったからな。まあこいつは武器ちょっと稼げないですね。武器稼ぐには危険です。攻撃1回攻撃になるし、アイテムは使えなくなるし、ちょっと無理ですね。レベルはありますけど、もっと低階層だったら
浅い階層であればできますけどね。ちょっとこれを温存する形にしましょう。うん、ちょっとすぐ使えない。まあそんな感じですね。ちょっとがっつり稼げる。これもね、面白いことできるんだけどね。まあ釘わらドールを肉にして、あの呪い解除ってのは手もないこともないけど、まあそんな感じですね。うん、まあちょっといろんなことできんだよ。なんだっけ、ただ戦力だと、あ、なんか落ちた札か、札でよかったが、ちょっとな、何が落ちた、ちょっと待って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 、お、壺は残ってるけど、なんだ、あ、鈍足残ってるか、なんか落ちたね、なんかの札が落としたな。今ちょっと拾えないもんな。うん、札ですね。これなんでしょう、ドラゴンキラーか。これもいいや、装備しちゃおう。プラマイナスか。これ3本目の剣作る感じかな、こうなってくると。まあただの壺の中に格納しておくか。とりあえず今回一旦切りますか。はい、というわけで、じゃあ次は